ようございます。おはようございます。はい、今日もキャンプに行きたいと思います。2回目だね、これ助手席。そう、種差しの時もこの画角でお送りしました。運転してもらってます。こっちなん？こっちです。嘘でしょ？待って、けどこれまだ序章？うん、まだすごいでしょ。で、確かね、この先行ってさらに登んだもんね。そうこのうねうねの先。いや雨降ってるっす。なんで晴れ予報だけど。そう一ノ関だけものすごい帯の雨雲がかかってましたね。あとちょっとでお願いします。うん、怖い。わあ、白いよ空が。あら、真っ白ですわ。あ、ちょっと明るくなってきた ね。明るいかも。ちょっと明るく見えました。着いた。紅葉帯キャンプ場、よし、到着。ありがとうございます。お疲れ様でした。です。外寒いね。半袖カーパンじゃん。早すぎだな。朝晩寒いって言われたけど今も十二分に寒いです。あれ、俺上着このウィンドブレーカーしかないぞ。寒いよ。あ、向こう見えるね。見えましたね。いいんじゃないですか。さっきまですごい降ってたって言ってたね。相変わらずいい景色だな、おい。向こうが太平洋。太平洋。海、気仙沼。気仙沼があそこ。あ、あの、あっちの向こうの町が気仙沼か。そう、気仙沼で、で、太平洋バーンって、こっちの方で。あー、向こうが気仙沼。はいはいはい。風と短パン。この人ずっと半袖短パンだけど、すげえ寒い。寒いってさ。大丈夫かな、ギギ。あかんってこれ。ほら、困った。ちょっとこっちやったら出ちゃうか。うん。あかんってだろ。手が熱い。ありがとう。あとは大丈夫。助かりました。そうだね。
そう。ほい。お疲れ様です。運転ありがとうございました。雲の流れが近いから早っ。なんかけど思ったよりすごく見えるな、気仙沼の街が。もっと粒なのかと思った。ちょっとお邪魔しますよ。明太子パスタ食べる人、いただきます。はい、シラ取っていきます。あ、あれいい、あれ、うん。はい、いただきます、はい、僕は鍋のまま食べます。青空が、青空や、いい感じですよ。日も出てるわ、晴れた。風強かったから今こんなやり方したけど、ちょっと風強いからな、跳ね上げたいけど。これ今回一番いいよね、新作で。リギティシー、うん、バリーン。あ、風なくていいわね。ね、さっきまでが嘘のようですよ。オッケー、うん、大丈夫、うん、いいね、うん。ポリケン食う？食う。あれか、海の方の雲があれか、今まで上にあったやつらか。あ、多分そうだよ。風力的にあっちに流れてってるから。もうじゃあもう抜けるだけじゃん、あと、うん、抜けるだけだと思うね。そうそうそう、嬉しい、ね、小さいやつ買ってきたんだ。そうそうそう、もうかさばっちゃうから。ああ、すみません、こんなに。いただきます。どうぞ。うまい。人と一緒に飯食うことを想定しないから、これがものすごい邪魔だな。無意味にこういうことをするっていうね。はい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 、はい、懐かしのウニのような豆腐。このウニのような豆腐苦手だったっけ？いや、苦手じゃなかった。普通に食ってたと思うよ。なんじゃこれみたいな感じだったっけ。ちょっと取っていいっすか。ちょっと、うん、なんか持っていける感じで。ちょっと3分の1くらいいただきますよ、うん、いただきます。あ、なんかリアクションが前回もそうなんだけど、美味しくないリアクションしてるんだよな。食ったんだけど今、うん、サニーレタスはちょっと硬かった。やっぱ山中、柔らかい山中で食った方がいいかも。どうだか、はい、いただきます。レタス少なかった、もう終わるわ。
え、このめっちゃ辛いのなんかキムチ、あ、キムチと肉赤掘りにしで味付けしてる。もう一個、ごめん、ラスト。あ、マジで、あ、このままこのまま。なんか動物いるぞ。そこでしょ。あ、そこにいる、うん、横切ったのは見えたんだけど、あ、タヌキっぽかったけどな。え、まだ速攻にいんのこれ。下さ、トンネルになってる。なってる。あ、多分その中にいる。あ、見える。あ、誰君。あ、うわ、タヌキ、君。君タヌキ。ごめんよ。じゃあね。はい。俺らいると出てこれなそうだ。はい、お疲れ様でした。本当に中っていうかね、ちょうどよし、よし、大丈夫、突き出てたから危ない、これ鋭利だよ。危ない、ごめんごめんごめん。いや、撮ってなかった。ちょっと回ってるけど映ってないな、ここ回ってんだ。いや、いや、あ、逆にちょうど映ってないぐらいかな。いや、これ危険だよ、ディオキャン。これソロキャンしか想定してないから。カレーできたっすか。味見してないから薄さだけね。薄いことないだろ。確認してやばい。やばい。やばい。何がやばい？あのね。まずすぎてやばい。うますぎて。うますぎて。いただきます。どうぞどうぞ。何カレーって言ってました。これはバターチキンカレーのレトルト入れました。いただきます。熱い。熱い。温まりますね。うん。温まるわ、ね、最高だ。うまうまいね。うん、いけるじゃん、マジうまい、うん、じゃあちょっと肉をつまんで、おにぎりいたします。つまんでつまんでにしましょうか、うん、あ、寒くてこれガス弱いのか。おー、
ちょっとしょっぱくしちゃったかも。いいんじゃないですか。いただきます。はい、ありがとうございます。酒進むな、これちょっと。ちょっと塩味が星見てきた今。あの、さっきより良くなってる。良くなってるか、濃いっすね。あ、ほんと。うん、はっきり見える。雲が薄くなっ、暗くなったってことか。暗くなった。うん、早い。ああ、一つ質問していい？はい。僕の YouTube 的に君がここで痛風を発症したことは残ってもいいのかな？ああ、いいよ。これはもうバズり間違いなしだ。なんで痛風発症してんだよ、マジで。超痛そうじゃん。これがね、世界でも稀を見る痛風アトラスってやつですね。なかなかいないですよ、この痛風アトラスを見れるのは。いや、俺なったことないからわかんないけどさ、今聞くよ、ものすごくしんどいっていうのは。ものすごく死んでいくと、ここにいるよ、今。やば。いや、どうしようかな、今日。病院。マジか。とりあえず、病院に行って、痛み止めをもらって。そうだね。やっぱ腫れてるもんね、こうやって見ると。あ、腫れるんだ。アキラ、ちょっと運転だけはマジでお願い。分かった。さあ、私、あの新人のお年収早めに切り上げるか。いやー、もったいねえな、この体勢の絵。回転させてるかも。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。痛風キャンプ、はい、ボリューム1。今日はい。最初で最後であってほしいです。僕も続かないように気をつけたいと思います。本当すみません。皆さんチームは十分に気をつけてください。はい、ということでね、痛風くんに乗っけてきてもらいましたけど、はいはい、はい、運転できそうにないので僕が気をつけて FJ 運転手帰りたいと思います。お願いします。はい、安全運転で帰りましょう。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ではバイバイ。はい、チャンネル登録ここら辺で押せます。お願いします。帰りましょう、盛岡。